お晩です。デブと中井です。前回の続きです。いきなりステーキですが、年金運用の赤字のニュースを解説したいと思います。年金運用が赤字だとよくギャンブルに使うなとかってアベノセイダーズが騒ぎますが、もう年金はオワコンの話です。18年度の給付総額 55.1 兆円、厚生年金、国民年金、財源は 38.5 兆円支援は現役世代の保険料。12.7 兆円支援は税金を投入、そして、年金積立金で補填しています。つまり、年金運用はほとんど関係ない話でほとんど保険料と税金でカバーにしています。よくグリーンピアや消えた年金で4000億円損失を出したとか問題視している方がいますが4000億なんてゴミみたいな損失です。17年度の積立金は164兆円ですから算数ができるなら焼け石に水なのはお分かりだと思います。つまり、根本的な解決策をしないと解決は不可能です。ちなみに、年金問題は日本だけの問題ではなくイギリスでは年金大臣がいます。チャイナには年金なんてありません。ちなみに、これもよくある話ですが、だったら年金保険料を払っても意味ないじゃん、という方がいますが。そんなことはありません。年金には障害者年金や遺族年金など現役世代にもメリットがあります。なので我々現役世代はゲリアイズ保険料を払いましょう。しかも単純な計算ですが国民年金だと約1万払えば約6万もらえる金融商品なんて国民年金しかありません。しかも国がクーデターや侵略されなければ保証されます。最強の金融商品です。ちなみに、自分には案があります。ベーシックインカムです。しかし、話が長くなるのでまた今度ね。
せを倒すと自爆します。終わり。戦略発動をかけてタコ殴りです。私の計算またも作戦通りだな。
あれ、テレポする MP がない。バカかお前は。変化するんかい。では帰りはカットします。ありがとうございます。